回は9月の第1日曜日、同じあの朝9時から11時半ということで、この場所でやらせていただきます。今日はあの場所がわからなかった方が来られたようなんで、またお友達には声をかけてもらって、そちらだということで来ていただきたいと思います。ただし、あの管理人証の指示で、ここあかんねんって言われた時には移動審なので、その時はあらかじめ検査のところへ行かせていただきます。その後は、関西では11月に、ライトプレーンの全国大会、JMA の主催の公式のライトプレーン大会が、全国大会があります。11月の20何日だったかな。大中であります。その時はあの思い存分飛ばせます。去年は最後に、7分マックスでやりました。それでも、まあ、勝負したぐらいにあの思い切りやれます。ぜひあの参加していただきたいと思います。で9月の第3か第4の日曜日に名古屋鈴鹿であります。これは鈴鹿のクラブ、あの名古屋のクラブで主催ですけども、ライトプレーン大会あります。ぜひその時は商品が全くということなんで、スパイトに行くといいと思います。それまで全く、はい、で、それから3月の第2競技、多分第2ですけども、第中で、これはあの南阿蘇という、国際競馬競技であります。そんなところはさ、ここ半年の予定ですけども、ぜひ9月の時にまたあのお目にかかりたいと思います。今日はあの遠路、横浜の方たちはじめ関東の方多数おいでいただいたんで、非常にありがとうございます。平尾さんは千葉かな、千葉の方、横浜の方、いろいろ関東の方いただきます。じゃあ記念撮影しますか。いや、平尾さんやら、あのその目印の赤いシャツ着た人いますね。あの赤い服着た人。